はじめまして。インターシップでお世話になります、天野です。早速ですが、 TRPG テーブルトーク RPG についてお話ししたいと思います。まず TRPG とは、コンピューターを使わず紙や鉛筆、サイコロなどの道具を使用して、人間同士の会話とルールブックに記載されたルールに従って遊ぶ対話型 RPG です。最初の TRPG は1974年にアメリカで発売されたダンジョンズ&ドラゴンズだと言われています。 TRPG の基本的なルールはゲームにより差はありますが、ゲームに参加するプレイヤーがそれぞれが自分の分身となるプレイヤーキャラクターを用意します。プレイヤーキャラクターはそれぞれ体力、攻撃力、魔力などの能力値を持ち、戦士や魔術師、盗賊などといった職業を演じ分け、自分のターンやシーンを行動します。コンピュータ RPG と違い、 TRPG ではゲームマスターと呼ばれる人物がサイコロの目と能力値や会話を見て、行動の可否や戦闘の勝敗を判断します。そして TRPG に欠かせないのはルールブックです。ルールブックにはその一冊にたくさんの情報が詰まっています。日本で発売された TRPG は、古くは1990年前後のソードワールド RPG です。ソードワールドはロードス島戦記の世界観をもとに作られています。時同じくウォーハンマー RPG 日本語版やクトゥルフ神話 TRPG などが挙げられます。最近などでは艦隊コレクションやログホライズン、フルメタルパニックのようにアニメ化した作品も多いです。もし気になる名前のタイトルがありましたら、ニコニコ動画などでも数多くのタイトルがアップされていますので、そちらもご覧ください。ちなみに私はログホライズンとクトゥルフが好きです。以上です。ありがとうございました。